カイル・ハー・ディライトは、アメリカ合衆国アラバマ・州マディソン軍、ハンズビル出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、MLB のアトランタ・ブレーブス所属。バンダービルト大学時代の2016年には、第40回日米大学野球選手権大会に、アメリカ合衆国代表として参加した。2017年の MLB ドラフト一巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名され、プロ入り。 契約後、参加のルーキー級、ガルフコーストリーグブレーブスで、プロデビュー。A 級フローリナファイアーフロックスでもプレーし、2球団合計で9試合に先発登板して0勝1敗、防御率2.65、18奪三振を記録した。2018年に MLB.com が発表した、プロスペクトランキングでは25位、ブレーブスの組織内では2位にランクインした。シーズンでは、開幕から、 A 級ミシシッピブレーブスでプレーし、7月にはオールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、4日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビュー。カーブ、スライダーなど4球種を操る実戦系の右腕。本人は長所はメンタル。チェンジアップが課題と語っている。 ありがとうございます。